私たちの生活を支える知識と技術、それが土木です。国東高校環境土木科はこの土木に関して基礎から先進分野までを学ぶことのできる学科です。土木とは人が安全で豊かな生活を送るために必要なものを整備・維持するための分野です。道路や橋、ダムといった大規模なインフラの建設、河川や水路の維持・管理、災害に強い街づくりのための都市計画や防災のプランニングなど、その範囲は多岐にわたります。特に近年、気象の変化に伴い自然災害が多発しています。土木のあり方も大きな転換点を迎えているのです。近年、温暖化の影響で災害も激甚化をしているというふうな状況です。これまで以上にですね、今後は自然環境とうまく調和して共生をしていくような考え方に変わっていく必要があると思っています。森下さんが手掛けているのは大野川水系の治水のために建設中の多摩来ダム。竹田市内の洪水の被害を稲葉ダムとともに守るために今建設をしているところです。現場で作業に従事している土木の技術者の方が約200名、地域の方と力を合わせて一日も早い完成に向けて頑張っているところです。土木の世界を大きく変えたのがICT 技術の導入です。入庁した頃は大きな図面を色鉛筆で塗ったり、書類のやり取りは紙というのが当たり前でした。今は書類の電子化が進められたり、パソコンで図面を作成するツールなどが導入されています。現場の調査ではドローンが導入されて、災害箇所の調査などで活躍しています。これはドローンを使った測量。上空から光学カメラやレーザースキャナーを使ってデータを集めます。工期の短縮はもちろんのこと、より安全、そして正確に施工が進むようになったかと思います。ただ必要となってくる技術分野が多種多様化してきましたので、人材の育成も必要になってきたかなというふうに思っております。ドローンが測量した数値は即座に手元のコンピューターで 3D モデルに変換されます。 IT がどんどん入ってきてます。で、地上レーザーといってあちらにあるが、ポッとボタンを押すとここに映っている全てのデータを取得します。あのレーザーをドローンにぶら下げて飛んだりします。測量だけでなく建設機械の分野でも大きな変化が起きています。一番大きく目に分かるところで、マシンガイダンス、マシンコントロールという技術があります。で、これは重機に GPS のアンテナを取り付けて、設計に対してどれぐらい施工したらいいのかというのが一発で分かるその機械なんですけども、現地に人が行かなくても、施工ができるようになっているところが大きい、ところかなと思います。土木の世界で起きている大きな変化、その変化に対応し土木に携わる専門家、技術者を育てるのが国東高校環境土木科です。環境土木とはダムや道路といった工業土木から圃場や灌漑といった農業土木まで、包括的な土木の知識・技術を指します。国東高校環境土木科では今必要とされている土木の広範囲にわたる知識・技術を学ぶことができます。3年間にわたるカリキュラムでは、土木の基礎技術はもちろんのこと、土木に携わる上で役立つ周辺知識も学びます。世界農業遺産に指定されている国東地域、その中心であるため池は歴史遺産であると同時に、人々が長い歴史の中で受け継いできた土木建築の遺産でもあります。国東半島は吊り橋状になってます。さらにこの国東は日本で一番降水量の少ないところです。降った雨をうまく溜めとかないと、もうすぐに流れてしまうわけです。なので古来からこの国東の人たちはその川の上流をせき止めてため池を作ってきました。
ため池を作る、それから水路を作るっていうのはまさに、まあ、農業土木の基本なわけですけれども、そういう技術っていうのが歴史的にこの国東、それから宇佐地域で、まあ、発達してきて、まあ、日本の水利を支えてきたっていう歴史があります。ぜひそういうことを学んで、これからの新しいその農業土木がどうあるべきか、実際の困難な農業をまあ何とかする、まあ、そういうところにチャレンジしてほしいと思います。私たちの仕事は人が安心して快適に暮らすことができる基盤を作って、それを子どもや孫などに引き継ぐことが仕事で、そのためにどうしたらいいのかを地域の人などと話して考えながら作り上げていくことに面白さを感じます。土木はこれから新しいことにどんどん挑戦し、さらに魅力的なものになっていくと思います。そのためには若い人の自由で新しい発想が必要です。土木の技術者として一緒に働ける日をお待ちしています。地図にこう関わったものが載ってるっていうのは結構おーやったなっていうふうなことは思います。現場が終わってありがとうっていう言葉をいただくと、あ、この現場やってよかったなって、土木の会社に入ってよかったなは感じます。新たな視点を持った皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。それぞれ地域ごとにですね、一つとして同じ現場がありません。いろんなこう問題に直面することもあるんですけれども、そういった問題を一つ一ついろいろ工夫しながら工事を進めていくっていうのも面白さの一つだと思います。後々までもやっぱり残る仕事ですので、ぜひこの業界を目指してほしいと思ってます。